こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。このチャンネルでは、スパロボに関する動画をアップしていくわよ。今回のテーマはこちら。歴代スパロボ最もダブルゼータガンダムが活躍した作品ランキングトップ8。ダブルゼータといえば宇宙世紀のガンダムである意味一番ぶっ飛んでる機体だよな。そうね。その筆頭のハイメガキャノンもそうだけど、どう考えてもオーバーテクノロジーの塊みたいな MS だわ。スパロボでもぶっ飛んでるのあるよな。あるわよ。今回はそんなダブルゼータガンダムが活躍したスパロボ作品と、その作品での本気の特徴とともに、独断と偏見でピックアップしてランキング形式でお届けするわよ。今回もすごく楽しみだぜ。それではゆっくりしていってね。まずはスパロボ F 完結編よ。機体性能は突出してないよな。そうだけど逆にそこは強化パーツと改造でなんとかなるわよ。どうしても第4次と比べちゃうよな。登場も遅くて首が長くなったぜ。2部作である F シリーズのダブルゼータガンダムは、F では登場せず F 完結編から満を持して登場しているわ。F をプレイし終わってそういえば出てきてなくね？ってなったな。そうよね。性能はともかく前作もそうだしその前のスパロボ EX じゃ存在感のある機体で、待っていたプレイヤーも多かったはずよ。ようやくお目見えかって感じだったぜ。そんな F 完結編の本気だけど、移動力は5だけで運動性も低いという、まるで原作の性能は反映しないで設定の 10MS という面を強調して、ユニット化されたような機体だったわ。それなのにハイメガキャノンの弱体化がされていたよな。そうなのよ。ハイメガキャノンの攻撃範囲がなんと第4次の半分以下という、何か恨みでもあるのかっていうぐらいのナーフっぷりだったのよ。何発撃てたっけ？ 2 発撃てるわね。10段階改造でそれだったか？いいえ。10段階だと3発撃てるわ。それならやり方次第で全然使っていけるんだぜ。なんだかんだマック兵器持ちの機体として優秀なのは変わらないわ。あと確かに移動力や運動性は強化パーツで補強すればいいもんな。ええ、本気を使うならファティマの装備は必須だったわ。それと普通にダブルビームライフルもかなり威力があったと思うんだけど、どうだったっけ？威力はもちろん高くておまけに射程と弾数も優秀だわ。MS の中でもトップクラスだったよな。そうね。本作最強の MS である F91 のビームライフルとほぼ同じ性能よ。そう考えるとやっぱり強いよな。それに加えて HP と装甲が MS にしては高いから、そこも手を入れておくと安心感が増すわね。そこは 10MS の設定が生きるな。次は VXT の3部作のダブルゼータよ。3作まとめてランクインか。そうよ。だからこの中で最初の作品のスパロボ V を基準にして解説するわ。V は割と早めに登場したよな。ええ。第14話で受動と一緒に登場するわよ。なんか途中で強化された覚えがあるぜ。中盤のイベントで特殊能力2倍をセンサーが追加されたわね。それとルートによってはフルアーマーダブルゼータガンダムへの感想も追加されるわ。VXT のフルアーマーってぶっちゃけ不遇だよな。そこはあえて触れないわ。強い作品もあるのに残念だぜ。強化形態のダブルゼータが強い作品はそっちも紹介するわね。そうしてほしいな。じゃあスパロボ V での本気の解説に戻るわよ。欠点はいつものことだけど元の移動力が5しかないことね。低すぎるぜ。まあ気になる場合は強化パーツで補強すればいいわよ。パーツスロットがもったいないんだぜ。問題を解決できるだけマシだわ。確かにそうだな。欠点はそんな感じだけど本作のダブルゼータは、なんといってもカスタムボーナスで化けるのが特徴ね。どんな内容だったっけ？すべてのハイメガキャノンの消費 EN と必要気力が緩和されるわ。だから序盤から改造をしておけばマップ兵器版で大暴れができるのよ。それならいいセーブをつけるとさらにいいんだぜ。ええ、それに加えてバイオセンサーもあって発動後はかなり使い勝手のいい機体なのよ。パッとしない印象もあったんだけどな。まあ本作は強くて存在感があってマップ兵器を持っている機体が多いから、正直埋もれちゃっても仕方ないわね。もっと話題になってもいい機体だぜ。そうね。ちゃんと強化すれば様々なハイメガキャノンを、状況に合わせて撃ちまくれるダブルゼータガンダムなんて本作と次の X だけだわ。X もそうだったよな。全く同じよ。ダブルゼータらしい金策と育成プレイ以外に普通に殲滅戦もできる機体となっているわ。こうなるとスパロボ T でカスタムボーナスの内容が変わったのが残念だぜ。それね。前2作と比べるとカスタムボーナスがパッとしないわね。でもダブルビームライフルの弾数は8発に増えていたり、ハイメガキャノンのフルパワーが追加されると、バイオセンサーが強化されて運動性の上昇量がさらに増えたりするから、弱体化しつつ足りないとこを補ってくれてる感じはするわ。それもいいんだがハイメガ無双がしたいんだぜ。次は第3次スパロボアルファよ。スーパー系もリアル系もほぼ最初から参戦してたよな。スーパー系では第3話でからリアル系では第2話から登場したわよ。しかもハイメガキャノンのフルパワーを最初から使えたぜ。
仕様にはニュータイプのレベルが4必要だけどね。カットインが印象的だったな。そんな今作のダブルゼータだけどマップ兵器版のハイメガキャノンの必要気力が下がっていて、前作と比べて序盤の使い勝手が少し下がっているのが特徴ってとこかしらね。まあファイアボンバーが登場して、歌で気力を上げられるようになればそこは何も問題ないもんな。そうね。だから歌の登場もそうだけど、精神コマンド関連や燃費対策の強化パーツが揃ってくる。中盤以降で本領を発揮する感じよ。その頃にはフルアーマーパーツも手に入ってそうだぜ。今作のフルアーマー乾燥パーツは、シャングリラ・チルドレンの撃墜スートルート次第では早めに入手できるからね。何もしなくてもどの道手に入るんだよな。ええ。とはいえ微妙な性能で使い勝手が悪くなるのもあって、正直元の状態で使った方がいいわよ。そうだったのか、せっかくのフルアーマーなのに残念だぜ。そうだけど結局はハイメガキャノンありきの機体だから、そこさえうまく使っていければどんな形態だろうと関係ないわ。そう考えると歌があるから前作より圧倒的に使いやすいよな。歌はゲームの難易度を変えちゃうぐらいの要素だから比べるのも酷だけどね。今思うとチートだったな。そうね。歌のおかげで中盤ぐらいから、マップ兵器を中心に攻略を進めていくようなスタイルでいくと、シナリオがサクサク進んでいくわよ。ウィングゼロとダブルゼータでマップ兵器をガンガン撃ちまくってたぜ。それじゃあ次はアルファガイデンのダブルゼータよ。頭でかいんだよな。ほぼ二等身だったわね。何周かしたけどフルアーマーパーツを取り忘れた時の虚無感が忘れられないぜ。今作はフルアーマーありきだからね。素のダブルゼータも普通にアルファより強かったよな。そうね。ただ今作は他のリアル系の機体も優秀なのが多いから、相対的な価値で言えば前作の方が全然高いのよね。そういえばアルファのフルアーマーはやたら強かったもんな。とはいえ初期段階の攻撃力はアルファと比べて全体的に上がっていたり、ダブルビームライフルの弾数も10発に増えていたりするし、ハイパービームサーベルも射程が2に伸びてさらには空への攻撃も可能と、使い勝手はかなりいいわよ。全体的に武装の地形適応が良かったよな。ええ。だから序盤ではいつものようなマップ兵器担当というよりは、普通の戦闘でも活躍できる感じだわ。もっと上の順位でも良くないか？今作のダブルゼータは改造費用が高くなっていて、しかも全武装の攻撃力の伸びがあまり良くないのが欠点なのよね。それにターン A ガンダムの月光鳥の範囲がハイメガキャノンと同一になっていて、加えてターン A の方が武器改造費用が安いし機体性能もかなり優秀になっているから、特に理由がなければターン A を使っていった方がいいわ。それでこの順位なのか。正直改造はそこそこにして他の機体に資金を回していった方がいいぐらいよ。フルアーマーはそんなことないよな。ええ。性能の上昇に加えてハイパーメガキャノンが追加されていて、これがかなり優秀な武装になっているからね。火力も高いし弾数性なのもいいところだったぜ。それね、あの性能なら注力して改造していっても損はないわね。そうなると取得条件が難易度なのが難点ってところだな。それじゃあ次は第2次アルファよ。今作のダブルゼータは隠し要素が2つだったっけ？ええ、ハイメガキャノンのフルパワー版と、フルアーマーパーツがそれぞれ別個の条件達成で追加されるわ。今回面白いのはハイメガキャノンフルパワーの追加の際に、BGM でサイレントボイスも追加されることね。なかなか熱い演出だな。ダブルゼータにはやっぱりこの曲が似合うわ。そういえばアルファシリーズで、通常版のハイメガキャノンが追加されたのは今作からだったよな。そうよ。しかも P 属性で全体攻撃とめちゃめちゃ便利な武装になってるわね。燃費は極悪だけどな。それとニュータイプレベルも6必要だけどね。でもこの武装があるとないとでは機体の活躍の幅が全然変わってくるわ。マップ兵器以外でも活躍できるぜ。それと今作のフルアーマーもなかなか面白い仕様で、今回から原作の設定通り変形ができなくなったり、前作と同じように改造費がとんでもなく高かったりと、変なとこでテコ入れが入っているわね。なんでそうなったのか謎だな。その代わりかわからないけど、最大改造時の攻撃力の数字が全 MS 中トップになっているわ。え？そうだったのか？これは初見では驚いたわよ。それでこそダブルゼータだぜ。だから今作は元のダブルゼータも普通にいいけど、フルアーマーの本気がかなり優秀になっているわよ。機動性の低いところは強化パーツで補えばいいもんな。それじゃあ3位は第4次よ。まだフルアーマーが登場しなかった頃の作品だな。なくても強いわ。ハイメガキャノンの有用性を知らしめた作品だぜ。幸運と熱血を使ったマップ兵器による稼ぎプレイを確立させたのは第3次だけどね。第3次は受動が幸運を覚えないんだぜ。そうだったわね。それに一度しか使えなかったわ。でも威力は高いんだよな。数字だけで言えば最高値だったわよ。そういえばその次の EX では2発撃てるようになってたぜ。そうね。
エネルギーの改造が必要だったけどね。とはいえ EX では第3次と違ってハイメガキャノンがビーム兵器になったから、オーラバリアやビーム吸収を持った相手だと目も当てられなかったわよ。不遇っぷりが目立った機体になっていたよな。そんなダブルゼータが化けたのがこの第4次スーパーロボット対戦なのよ。とにかくすごかったぜ。今回はハイメガキャノンの範囲がめちゃめちゃ広くなったからね。構成にまで語られるレベルの性能だったな。そのせいで次回作から毎回ハードルが高くなっちゃって、いつもパッとしない機体って評価になっちゃってるわよ。今回の動画で紹介してるダブルゼータはどれもそんなことないぜ。使えばわかるけど使わないとわからないのよね。ダブルゼータはすごい MS なのに残念だぜ。本当にそれね。特に第4次のダブルゼータは使い勝手を含めた削り用途や殲滅力では、ヒュッケバインやサイバスターのマップ兵器に劣る部分もあるけれど、資金稼ぎにおける最重要ユニットと言っても過言ではないわよ。シンプルに威力がやばかった覚えがあるな。ええ、本作最強である GP-02A のアトミックバズーカを除けば、MS の中では最も強力な武器となっているわ。隠し以外じゃ最強ってことか。それと EN を改造すれば無補給で2回撃てるのもポイントね。2回行動と合わせて補給のタイミングや敵の誘い込みが重要になってくるよな。慣れてないと難しいけれど、使いこなせば尋常じゃない戦果を上げることができるのが今作のダブルゼータだわ。第4次流行り応えあるぜ。それと今作の受動もまだ幸運を持っていないから、他の幸運持ちのパイロットを乗せて上手に運用するの必須ね。たまに受動がダブルゼータで強制出撃するんだよな。そういうシナリオに当たると稼げない絶望感が漂ってくるんだぜ。続いて2位はスパロボ MX よ。リアル系だと1話から参戦してるよな。そうよ。こんなに優秀なダブルゼータが初めから使えるスパロボは MX だけだわ。どんな機体だったっけ？本作でのダブルゼータの特徴といえばなんといっても、めちゃめちゃ高い火力と優秀な機体性能を備えていることが挙げられるわ。どっちも優れてるってなかなかないもんな。短期での総合性能は本作最強格であるニューガンダムやフルアーマー100式界に劣るけど、こと火力に関してはゼータガンダムとの合体攻撃やハイメガキャノンフルパワー等があって、本作のガンダム系の機体の中でも誇張なく最強の地位に君臨しているわよ。やっと原作でのダブルゼータの凄さにスパロボが追いついた感じだぜ。それにニューガンダムやフルアーマー100式界はいつも通り参戦までしばらく間があるし、ゼータガンダムの最強武器の解禁イベントや、例えば他の強機体である DJCER といった MS の参入がかなり遅いこともあり、1話からいるダブルゼータガンダムはそういった参戦時期の面から見ても、長く頼りになる存在として自分の中心に据えて使っていけるのがポイントだわ。頼りになりすぎるな。これは使わないわけにはいかないんだぜ。そうよね。それにスパロボ MX といえば、下向きのスマートで印象的な立ち絵のダブルゼータが半端なくかっこいいし豪快な。ダブルゼータに見えないぐらいにスタイリッシュに動くハイパービームサーベルの戦闘アニメ等の、ビジュアル面が今まで以上に見応えがあるのもポイントだわ。確かにハイパービームサーベルの戦闘アニメは気合入ってたぜ。めちゃめちゃ動いていたわ。そういう機体は使うのが楽しくなってくるよな。このような様々な要素が絡み合っていることもあって、本作でのダブルゼータはスパロボ史上最高という評価をするプレイヤーも多いのよ。見た目良くて強いとかチートだよな。それじゃあ流行る1位はスーパーロボット対戦アルファよ。そんなに強いか？ぶっちゃけ覚えがないんだぜ。それスのダブルゼータじゃないかしら？そうだぜ。今回はフルアーマーダブルゼータの方よ。うっかり勘違いしちゃったぜ。仕方ないわよ。それじゃあ改めてどんな機体だったか教えてほしいんだぜ。スのダブルゼータに関しては特別に解説することはほとんどないわね。とはいえ本作では謎にコアファイターへの分離が初実装され、火力の高いダブルビームライフルは弾数が5発しかない仕様となっていて、不思議な味付けの機体となっていたわよ。アルファって2回行動できたよな？ええ。スパロボは本作まで2回行動が可能なゲームだったわね。それじゃあマップ兵器のハイメガキャノンの有用性は健在なのか？なんとかそれだけは死守してるわよ。さすがだぜ。ちなみにスーパーロボット対戦アルファのドリキャス版においては、武器の性能がアルファガイデンと同じ基準になったことで、プレイステーション版から大きく強化され通常戦闘での使い勝手が大幅に上昇したわ。そういえばゼータガンダム以外にもガンダム試作3号機との合体攻撃が追加されてもいたぜ。それから肝心のフルアーマーだけど、一定以上の熟練度の獲得が条件でその隠し要素を満たすと、フルアーマーダブルゼータガンダムに強化されるのよ。どんな機体だったっけ？設定通りの強化って感じだったわね。設定通り？腕部にマウントされているダブルビームライフルは、本体のエネルギー供給を受けて威力が向上し、増加装甲のスラスターとバックパックの乾燥により運動性と移動力も向上と、まさにパワープレイな強化をしたフルアーマーにふさわしい強化がされているわ。だからウィングシールドがなくなって、
シールド防御内という設定もきちんと反映されているのよ。かなり凝ってるよな。そのおかげで機体性能は非常に高くなっており、本作最強の宇宙世紀系モビルスーツであるニューガンダム HWS 装備型に勝るとも劣らないわ。あとフルアーマーらしく HP は自軍 MS の中で第2位となっているわよ。走行はどうだったっけ？ MS の中でも格別に走行値が高いサンドロック界とともに、トップタイの1900と非常に高くなっているわ。まああちらはチート補正があるからもはや違うロボットになってしまったわけだ。加えてハイメガキャノンは威力が上がって燃費が改善されたり、ダブルビームライフルはハイパーメガランチャーや、ベスバーに迫る攻撃力になり、さらに弾数が5発から10発に増えるというかなり優秀な強化が施されているわ。それでこそフルアーマーだぜ。一方でなぜかミサイルランチャーの射程は14から24に変化したわね。謎だな。謎といえば本作ではどういうわけか変形が可能になっているわよ。本来ならフルアーマーパーツの一部の装甲をパージしない限り変形できないはずで、便利ではあるけど違和感も抱かせたわね。それと PC 版だけどプレイステーション版と比べてハイパービームサーベルと、ダブルビームライフルの射程が1伸びているわよ。代わりにフルアーマー化による攻撃力の上昇がなくなったぜ。けれどもダブルゼータガンダム自体の攻撃力が底上げされているため、総合的な火力はプレイステーション版から上昇しているわ。まさに火力お化けだな。さて、ここまで、最もダブルゼータガンダムが活躍した作品ランキングトップ8について解説してきたけど、どうだったかしら？ダブルゼータはスパロボの意気承認だったな。そうね。ほとんどのスパロボに出ているわよ。解禁賞をあげたいところだぜ。さてと、それじゃあ今回の動画に出てきた機体に関するエピソードとかもあれば、コメント欄で教えてほしいわ。このチャンネルではスパロボに関する動画をアップしているよ。お楽しみいただけたら高評価やチャンネル登録をよろしくね。みんなのスパロボへの思いをコメントに残してもらえるとありがたいぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。